はい。始まりました。気になるマネーセンス。日々のちょっと気になるニュースや話題、疑問について、投資家目線でお話していく動画です。ナビダの北村です。はい。マネーセンスから順番、佐の修二です。今回はですね、国民年金の付加年金は加入した方がお得 ということについてお話ししていきたいと思います。<laughs> はい。まあ、これね、ちょくちょく聞かれるんですよ。そうですね。はい。不可年金、まあ、あの、知ってるよっていう方もいらっしゃるとは思うんですけど、一号表権者の方でも知らない方が結構多いので、うん、また、メリット、デメリットについても解説をしていきたいと思います。では、本編スタートです。 ではですね、まあ早速、まあこの付加年金についてお話をしていきたいと思うんですけども、まあこのですね、付加年金っていうのは、まあ国民年金保険の中にある、まあ制度の一つで、うん、国民年金の一号被保険者がね、 え、入れるものになります。まあ、一号被保険者の方っていうのは、まあ、自営業の方とか、ね、まあ、フリーランスの方とか、はい、まあ、そういうようなものになるんですけども、その方たちが厚生年金入ってないですよね。うん、なので、まあ、国民年金では足りなかろうというところで、また、プラスして加入できるものになります。まあ、一号被保険者の中で、この追加で加入できるものとしては、まあ、この付加年金と、国民年金基金というものと、まあ、あと、まあ、我々がいつも言っている、確定拠出年金とか、うん。うん いうようなものがありますけども。 まあ、その中の一つだよということですね。結構制度は簡単ですので、まあ、そちらの方も含めてお話をしていきたいというふうに思います。で、えー、こちらのスライドを見ていただきたいんですけども、付加年金とはというところで、えー、毎月の国民年金保険料に400円を上乗せして払い込む。まあ、そういう制度なんですよね。はい、そうすると、将来の年金額に200円かける払い込み月数が加算される。うん。まあ、年金額にですね。なるほど。はい。 あの、簡単に言えば、あの、1ヶ月振り込めば、200円、えー、年金額が増えるということなので、うん、年間で払えば、まあ、払い込んだ金額の半分が、 まあ年金額として、まあ、反映されるよということになります。はい、で、まあ最大で、まあ、40年間、えー、払い込みできるので、まあ、400円 ×12×40 年ということで、19万2000円があわらせ対象になりますと。はい、まあその半額が年金額として加算されるので、9万6000円が、うん、加算されるというような制度ですよということですね。はい、ここまで制度はそんなに難しくないので、でねはい、400円 払えば200円をプラスされるんだという、うん、半分で加算されるので、まあ、簡単に言うと2年で元が取れるよとう、ね、そういうことですねはいで、まあ、2年を超えた分はもう全部お得ですっていうん、ようなことですね、うん、なので、まあ、お得になる金額結構大きいですよね 2>, そうですこの2年で元が取れるとなかなかですよ、はいまあ、そうですね6 5歳からまあ年金を受け取ると、うん、その分ね2年ですからまあ67歳そうで,す、ね、でもう7歳以降の年金は全てプラスと。うんうん これお得だよねっていうふうにう、ね、え思われる方多いと思うんですね。はい、えまあ確かにもうこの制度だけ見てもね、えー、お得なので、加入されている方もまあ少なくないんじゃないかなというふうにも思います。じゃあまあこんな不可年金なんですけども、加入できる人とできない人がいますので、うん、まあそちらについて解説をしていきたいと思います。まずですね、まあ加入できる人。 なんですけども、この2つの方が該当しますえ。国民年金の1号被保険者の方、もしくは65歳未満の任意加入被保険者の方ですね。<う>この任意加入被保険者の方っていうのは、あの、60歳時点でですね、まあ、40年の払い込み期間がまだ足りない。 まあ払い込んでないっていう方ですね。まあ例えば免除を受けたりとか、まあそういう方です。で、その方が、まあ65歳になるまで、まあいわゆる受け取れるまでですね。うん、そのまでの間に追加で加入するというようなことができる制度になっています。まあもしくは海外にね、赴任している方とか、まあそういうような方で、まあ任意加入に該当する方、まあ任意加入を選んでですね、まあ日本の年金額を増やそうというような方もいらっしゃいますかね。まあいずれにしても、まあ国民年金の一号被保険者の方、 まあ、その、で、まあ、保険料払ってる方っていうのが対象になります。で、続いてですね、加入できない方、まあ、いらっしゃるんですね。えー、それは、まあ、2号被保険者の方。まあ、なんかお得な制度だから、あの、会社員も入れればいいのになっていう方もいらっしゃるんですけど、まあ、会社員公務員の方は、まあ、2号被保険者に当たるので、入れませんよと。最近ね、この2号被保険者の加入拡大ということで、パートの方もね、まあ、2号被保険者に入ってしまうという場合もありますけども、まあ、そういう方も入れないという形になります。で、また、3号被保険者ですね。 まあ、いわゆる専業主婦の方、二号被保険者の、まあ、不に入ってる悪いる方ですね、うんえー。その方も入ることができません。で、えー、国民年金保険料の納付を免除されている方。まあ、この方も入ることができません。もう、すべての免除ですね。まあ、一部免除でも入れませんし、猶予されている方とか、まあ、学生納付特例。 受けておられるる方方、まあ、そういういも入ることができませんここまで見て3つ目までは、まあ、その国民年金保険料払ってない人、うん、満額払ってない人は、まあ、これは入れませんよということになります。4つ目のところですね、まあ、国民年金基金の加入員の方も入れませんという形になります。はい、先ほどね、冒頭でもお話をしましたけども、まあ、あの類似の制度としてっていうか、まあ、その追加で加入する制度として、まあ、国民年金基金というもの。うん けどもまあその国民年金基金に加入した場合は、まあ、この付加年金というものは選択できない、まあ、ですからまあどちらか一方という形になりますただですね確定拠出年金に関してはこれ両方とも入ることができますこれについてはちょっと後で触れますではですねまあまずメリットについてお話をしていきますまあ先ほどからも言っているように、まあ、2年間で元が取れちゃうよということですね、うん、支払った金額400円かける加入月数分ですねまあその半額が 年金額に反映されますので、まあ2年で元が取れるよということで、まあ、これ確定してますからね。まああの非常に嬉しい制度ですよね。で、えー、2つ目に老齢基礎年金を繰り下げ受給するというような方もいらっしゃるかもしれません。例えばその65歳で受け取らないで、66歳、67歳というふうにね、繰り下げて年金を増やそうと。 はい、という風にされる方もいらっしゃるかもしれませんえ。この繰り下げ受給すると、いわゆる1ヶ月繰り下げすることに0.7%年金額が増えますけども、うん、もうこの付加年金も同じく0.7%増額されます。なるほど。ということで、これもまあ嬉しいですよね。そうですね。だいたいこういうのってね、まあだいたいこ,この部分は定額ですよっていうふうになってるの。うん、なりますよね。はい。うん、ありますけども、付加年金っていうのはまあこれも増額されますよということですね。で、さらに、え付加年金の保険料、まあ400円ですね。はい、に関しては、あ全額が 所得控除ということで、はい、まあこれもかなり嬉しいですね。所得控除になれば、当然、毎年の確定申告の時にですね、その分だけ経費として計上できますので、税金が安くなるということになります、うん。うん、続いてですね、デメリットもあるので、こちらの方もね、ちゃんと確認をしておいてほしいなというところもありますので、お話をしていきます。不可年金のデメリットとしてはですね、65歳前に亡くなっても、不可年金保険料は返金されませんということですね。はい まあ、これは、ちょっとデメリットかもしれませんね。うん、ただ、まあ、65歳前に亡くなるっていう方は、まあ、相当早くね、お亡くなりになる方だったので、まあ、この年金ももらえないし、付加年金ももらえないっていうことになってしまいます。え、67歳未満で亡くなると、これも損になってしまい、うん、まあ、そうですよね。2年で元が取れるわけ、ねはい、ですね。元が取る前にお亡くなりになってしまうということで、まあ、これもデメリットの一つかなというふうに思います。今度、繰り下げ支給。 ししたた場合は増額されまこれ繰り上げ支給する、まあ、いわゆる65歳よりも前に年金を、まあ、請求をしてもらうと。うん というような場合ですね、えー、同じく減額されてしまいます。ああ、まあそうでしょうね。はい。はい、まあ、あの、裏表ですよね。そうですよね。はい。で、まあ、ちなみに、まあ、おさらいとしてですね、まあ、繰り下げ支給すると、1ヶ月あたり0.4%ですね。うん、はい。まあ、生まれ年によってはですね、まあ、ちょっとこのパーセンテージ変わりますけども、まあ、おそらく、多くの方は、もう0.4%になっていると思いますので、その分だけ減額されてしまうよということになります。 最後の4つ目ですねこれね、まあ、我々のチャンネルでに言っている <laughs> 老後資金としては、まあ、確定拠出年金がまあ最強ですよというふうにお話をしていますが、まあ、この確定拠出年金の拠出限度額が減額されてしまうんですねまあここがちょっとデメリットかなというふうにありますで,す、ねうん、でこのデメリットをもうちょっと詳しくお話をしていきます えー、確定拠出年金との関係なんですけども、まあ、確定拠出年金の限度額は減額されるんですが、もうそのされ方ですね。一号被保険者の拠出限度額、まあ、この確定拠出年金の拠出限度額は6万8千円と決まってます。うん、で、まあ、400円減額されると、まあ、6万7 6六百円になると思われるんですが、はいでこの拠出金額が、えー、1000円単位のため、うんまあ、6万7万七千円まで減額されます。 所得控除はちゃんと認められるんですけど、うん、この満額のこの学生拠出年金6万8,000円を、うん。 あの、払っていると、その分だけね、確定拠出年金の拠出額も所得控除になるんですが、まあ、所得控除の分が、まあ、600円分ぐらい損してしまう。そうですね。で、さらに言うと、その分もね、なんか、あの、対象にならないので、拠出、うん、できないわけですから、うん、本来拠出できてた金額ができないっていうことで、まあ、デメリットになってしまうという形になります。まあ、ここまでお話をしてきました。じゃあ、結局ですね、まあ、付加年金に、あの、入った方がいいのかというところだと思うんですけど、うん、私としては、まあ、確定拠出年金、 いいでこでよろしいんじゃないかなっていうふうにも思います。うんはい、ただ、その、確実に年金額がアップしますので、そうですね。だからまあ、投資と併用したというような、まあそういう方に関してみれば、うん、まあ一定、 あってもいいのかなというような部分ですよね。うんうん、はい。まああの六十歳時点になったとしても、まあ新加入の期間が残っている方にとっては、まあ国民年金保険料払いつつ、まあ四百円もプラスして払えるっていうところもありますし、まあなので、まあ入れ子の加入期間はね伸びてますから、まだ払えるんですけど、だからまあそこら辺ちょっと考え方としてはどうかなっていうところありますよね。まあ新加入をしないで入れ子にも加入できるというところで、まあ六十歳から 65歳にまあその満額入るっていうこともまあできなくはないんですがまあそうすると運用期間っていうものがまあ60歳からスタートするっていうこともありますのでまあそれもちょっともったいないなっていう気もするしまあその差額がねもったいないなっていう気もするしなのでまあどちらかといえばまあ運用した方がまあ増えるケースの方が多いのかなと、うん。うん 運用期間にもね、寄るんでしょうけど。まあそうですね、はいまあ。運用期間が長ければ、うん、まあそれはもう完全に超えてしまうような、うね、まあそういうところですよね。うん ただまあ、今、あの、初めて知ったわっていうような方もいらっしゃると思うんです。で、その方の年齢が、まあ、例えば50代後半とか、イデコをやるにもなあっていうふうに、時給のな開始年齢も下がっていってしまいますし、それで言うなれば、まあ、年金とかですね、まあ、それを増やすために、まあ、老後資金として、まあ、お金があるということであれば、それは少額であったとしても、イデコの方がよろしいのかなというふうには思いますけど、まあ、例えば早期退職をしていて、まあ、所得控除があまり、 ああメリットがないと。 はい,いう,ようなことであればまあ二差を選ばれると思いますのであ<ー>まあそうなるとちょっともったいないよねっていうところであ<ー>まあ負荷まああのこれの分も所得控除なくなりますけどす、ねうん、まあ二年で必ず元が取れるというその確実というところもありますからプラスアルファというような意味でですね入れるというようなケースもあるかなというふうには思いますまあただ今現状ですねまあ二十代三十代とか若い方でまあこの負荷年金に入るぐらいならまあ、うんうん ああイデコにまあ居、まあねまあ、室金額はもう当然増える,増えるんですけどもうん、うん、まあ所得控除全額はまあ変わりませんしね、うんえー、確定居室年金でもなのでまあそこはまあ選ばれる方にもよるとは思うんですけどあの投資を前提として、えー、特にまあ我々が推奨している全世界投資ということであればほとんどの方がですね老後資金までのお期間がねまあ10年20年と。 まあそうすると、まあ、投資の方がメリットが高いかなそう、ね、読みが高いかなというふうには思いまあただここもねあの確実なものと、まあ、不確実なもの。 っていうものと比べることって最終的にはできないのでまあ、そこは皆さんがね判断されたらよろしいのかなというふうには思いますまあ、ここまでねお話をしてきましたちょこちょこ聞かれる内容なのでうん、うん、せっかくですのでまあ、あの動画として作っておきたいなというふうな思いで作成をしました皆さんの何かしらの役に立てば幸いですでは今回の動画は以上になりますはい、じゃあ最後になりますけどもマネーセンスカレッジでは2万人以上が受講した独自の投資戦略全世界投資をお勧めしていますご興味のある方は概要欄をご覧ください またこの動画が良かったな、ためになったなと思った方はチャンネル登録、高評価、通知音をよろしくお願いします。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。